はい、こんにちは、もくもくキッズです。今回紹介するのはトミカ61番日産フェアレディ Z ニスモパトロールカーになります。スケールは57分の1です。パッケージの絵も迫力があってかっこいいです。ニスモっていうのは日産モータースポーツインターナショナル株式会社の略で、日産の直系のワークスチームになります。ニスモがチューンアップした Z っていうことです。パッケージ裏面サイドはいつもと同じデザインになっています。さあ、続けて開けていきたいと思います。いいですね、かっこいいです。それではじっくり見ていきたいと思います。まずフロントの顔の部分はこんな感じ。ヘッドライトはシルバー塗装、ボンネットには警察のマークがついています。ルーフには赤色灯、ブーメラン型の赤色灯がクリアパーツでついています。サイドのデザインはドアの部分に警視庁と書いています。ホイールはメッキのリングのホイールになっています。この横から見る後ろに流れるラインが Z って感じがしてめちゃくちゃかっこいいです。続いてリアを見ていきましょう。一体型のリアスポイラーがついていて、テールランプは赤色の塗装になっています。エンブレムにはしっかりとニスモっていう文字が入っています。反対側のサイドも同じデザインになっています。裏面はナンバー61、スケール57分の1、2016年日産フェアレディ Z ニスモと書いています。それではギミック、一つ目のギミックはサスペンション、こんな感じですね。もう一つのギミックは左右のドアが開閉します。内装は黒色になっています。はい、ということで今回は日産フェアレディ Z ニスモパトロールカーでした。いかがだったでしょうか。今回はこの辺にしときます。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。